戦略核兵器の削減交渉の目的は核兵器を減らすことでしたで1991年の7月にはこのスタート第1次の条約が調印にこぎつけます。でそして核弾頭は6,000に減らす。でしかも ICBMSLBM 大陸間の弾道弾と潜水艦から発射される弾道弾の弾頭は4,500に減らす。 でそして現地での査察を行うことについてもアメリカとソ連ロシアの両国が同意するというようなことが定められました。 さらにちょうどソ連がロシア連邦に変わっていく元の,そのソ連に加盟していた共和国がソ連から離れていく新たな独立を果たしていくという時代だったんですがその関係でウクライナカザフベラルーシなどですねでこの旧ソ連に入っていた共和国についての,その核の廃棄も定まることになりました。 これれは核兵器を減らすという時代が新たに生まれるでしかも核兵器を保有していたのは何よりもアメリカとソ連が圧倒的でしたからその最大の保有国であった2国が核兵器の削減を進めていくという劇的な事態だったわけです。 でおかげで大量に蓄積された核兵器も少なくとも米ソについては大規模に廃棄をすることが決まる決まっただけでは実は守らなかったんじゃないかと思われそうなんですけれどもこれは条約は94年に発効しまして実際2001年までにここで指摘された目的は実現されたことが確認されていますですから確かに核兵器を減らす試みは成果を収めたんですね。 アメリカとロシアの核兵器の削減に続いて期待されたのが核実験の禁止でありますでこれは1994年ちょうどスタート1が発行した同じ年に交渉が始まった包括的核実験禁止条約 CTBT というものです。 この条約には核保有国の賛同を得ることはできましたけれどもそうは言い,いながら最終的にはこの条約に核保有国であるインドが反対することとなりまたアメリカは署名はしましたけれども批准はしなかったでそのために現在条約としてはまだ、まあ、批准した国が不十分な 状態で核実験の禁止が全面的に実現したとは必ずしも言えない状態が生まれていますで、そしてもう一つのしかも非常に重要な問題が核兵器の拡散でありますで、冷戦時代にアメリカとソ連が核兵器を保有していたと言いながらイギリスもフランスも中国もさらにインドもイスラエルも核兵器を開発していた で平和のための原子力という掛け声が結果的には原子力の平和利用と結びついた核兵器を取得する潜在的な能力の拡大をもたらしたことは否定できないでしょうで、そしてこの核の拡散に対してですねこの核の拡散に対してどのような実効的な措置を取ることができるのかが課題となります でこの核の不拡散についてはさまざ、あ、まな争いがある中でなんとか NPT の条約の無期限の延長までは実現することができたでところがその中で実際に核兵器を開発する国が生まれてしまったわけですね。でまた新たな核保有国が生まれてしまった。 でさらに核の開発があ、まあ、当初から懸念されていた国の一つである北朝鮮ではまずミサイルの実験が繰り返され、えー、最終的には核兵器の保有も確認されることになってしま,しなってしまいました。でここで核をめぐる問題の状況捉え方に変化が生まれてきます。東西冷戦が終わった後は 米ロのこれはまあソ連がロシアに変わってますから米ロの核軍縮はなんとか始まったけれどもしかし核の拡散はまだ不十分な状況だでそこで核の拡散をどう防止することができるのか核の開発をどう阻止できるのかっていう点に重点が移っていくことになりました。ここれれとと結びつくことですけれども 核の開発のために核兵器の開発のために必要になる核燃料の取得をどう阻止することができるのかという課題でまた核兵器に関わる技術の流出をどのように阻止することができるのかという課題でそして結びついたことですがミサイルの技術が拡散することをどう食い止めることができるのか。 で核をめぐる議論の流れはアメリカとソ連の核軍縮が求められた東西冷戦の時代から核兵器の拡散新たな核保有国の登場をどのように食い止めることができるのかという課題に移ってきます。ここれは冷戦の終わわりり方ととも関わりがあることでした 東西冷戦の終結は一方では東側と西側が軍事的に脅し合うそういう時代が変わり核に頼らないい平和が実現するという面もありました同時に今でもなく冷戦の終結とは共産主義体制が少なくともソ連と東ヨーロッパでは解体するでそして資本主義と民主主義を中心とした体制が作られていくというそういう変化でもあった。 でこのことは言葉を変えて言えばアメリカそしてアメリカと関係の強い西側諸国、まあ、日本も含みますがヨーロッパの NATO 北大西洋条約機構の加盟諸国も含みますアメリカとその同盟国を中心とした軍事的経済的な優位の下での世界というそういう姿につながっていくことになるわけですね。でそこで核兵器 をどのように拡散を防ぐのかという課題は西側諸国がどのように核を取得しようとする国に対して圧力をかけるのかという課題に変わってきますで、これが例えば北朝鮮の核武装に対する取り組みなどにも生まれることになります でこのことはしかしアメリカ優位になったからといってアメリカが国際機構などから離れた制裁を加える時代だけになったということではありません依然として国際機構を通じた核兵器の制限という取り組みは国連を中心として見られることは否定できませんそう言いながら問題は アメリカとロシアがどこまで本当に減らすのかっていう課題になってくるんですねもともと核の拡散は核を持っている国に対する制約が比較的少ないで広がらないことが第一だというそういうやり方ですから核保有国の過去の削減についてはあ必ずしも強い条件が求められているわけではないで、そしてアメリカとロシアを取れば核戦力の間には大きな開きがありました 両方とも減らしていくんですけれどももともとアメリカの方がたくさん持っているわけですね。でソ連はロシアに変わった後経済的に90年代非常に厳しい状況となりでそして通常兵器の競争力も衰えていきますでそこから生まれてくるのが次の課題になるわけでこのロシアの政策が少しでも変わってしまったらアメリカとロシアの核軍縮という流れは変わってしまうということなんですね。 でこのことは結果的にはモスクワ条約から後のアメリカとロシアの核軍縮の停滞として実現してしまうことになりました。核の拡散が問題だと言いながら米ロの核軍縮も言ってみれば頭打ちの状態になるで。そしてロシアが通常兵器が老朽化してるからですけれども核兵器に対する依存をプーチン政権の下でと 高めていくことでアメリカとロシアが中心となった東西冷戦の後の核軍縮も今大きな課題壁にぶつかっている状況であると言っても言い過ぎではないだろうと思います。 広島ランドテーブルはもうここで6回目になりますけれども呼びかけたのは湯崎広島県知事ですで、ここでは核のない世界を作るために具体的にどういう選択が可能なのかを考えていくことが課題でしたで核兵器が減っていない現状で、そして核兵器は実際に使われるかもしれない危険を共有しながらそれを恐れながら 同時に核兵器はいけないと訴えることに加えてです、ね、実際に核兵器に頼らなくても安全だという状態を作っていくことがどうやったらできるのかなかなか難しい課題ですその現実のプロセスの中で核の削減を考えるという試みを続けてまいりました本日はスコット・セーガン先生にお話をいただきますセーガン先生はスタンフォード大学で教鞭を とっていらっしゃいますが、核問題についての世界的な権威です。でえー、清川先生はこの国際政治の現実から決して目を背けることがない。目を背けないけれども、もしかし核兵器がもたらす、その人道的な被害広島、長崎の経験から目を背けるということを決してしないという。そういうまあ、高い理想と現実の分析、両方ともてらっしゃる方です。 でセイガン先生がラウンドテーブルにお越しになったのを機会にここでお話をお伺いしております。So, Dr. Sagan, thank you very much for、um, uh, sharing us on your time.、Oh, It's my pleasure to be here. There are many i n c i d e n t s during the Cold <laughs> War where、um, a spark could have ignited a disastrous war. Considered during the Cuban Missile Crisis, the Joint Chiefs of Staff recommended uh, unanimously that the United States invade uh, and have an airstrike on Cuba uh, in order to hit the missiles there and make sure that uh, we were able to destroy them all. What they did not know when they made that recommendation was that some of those missiles already had nuclear weapons on them. They thought that we had caught this action prior to the Nuclear warheads actually arriving, and they turned out to be wrong. There were a number there already in both some um, uh, some local forces and also on some that would have hit the United States. So, had we actually attacked, it's very likely that there would have been attacks in the United States. Mm -hmm. But even at the height of it, there were two kinds of important cooperation between. The Soviets and the United States. One was bilateral arms control. Yes. We agreed that, okay, we don't know how to get rid of nuclear weapons yet, but we're going to at least cap the volcano. We'll say we won't have over this number, or we'll have some kind of limitations on them. So we had the START talks and the strategic arms assault talks to try to have some limits. Secondly, we created with the Soviet Union and Great Britain as the initial. Uh, founders the non treaty and under the non-proliferation treaty the nuclear weapon states agreed to two things one they agreed that they wouldn't give nuclear weapons to their allies and second they agreed that they would work in good faith towards the eventual elimination of nuclear weapons they didn't say when that would occur or the price or the exact way in which that would occur but they agreed as part of their bargain that they would work towards that, eventual, that eventuality. The non-nuclear weapon states agreed that they wouldn't seek or acquire nuclear weapons. And from the perspective of a non-nuclear weapon state, why would you agree to something that is, in one sense, unfair, that is, an unequal treaty that states that have nuclear weapons are allowed to keep them as long as they're working in good faith? And the answer, in my view, is twofold. One, it was a practical decision. That is, we don't want to wait until everyone gets rid of nuclear weapons to agree that we're not <coughs> going to acquire them. And second, for the non-nuclear weapon states, the NPT represents a solution to a collective action problem. I may feel like I need nuclear weapons because my neighbors are getting them. But if I... Agree that I won't get them, and my neighbors agree that they won't get them, and we have the International Atomic Energy Agency inspect us both, then we're both better off. And the NPT creates that. Now, the real challenge we have in this part of the world is that the North Koreans both violated their commitments and now have acquired <coughs> nuclear weapons. And so there is some interest in both some forces in Japan and some forces in South Korea towards acquiring their own nuclear weapons. I think that would be deeply unfortunate and it would be much better off to maintain a strong alliance relationship with the United States rather than to open the floodgates to proliferation elsewhere in the world, which I think would occur. We should actually discourage the North Koreans mm -hmm. rather than try to copy them. Right. Uh, so uh, how would you think about the international regime, the NPT regime, in regulating um, the um, proliferation of nuclear weapons? Uh, the achievements were quite limited, I must say. Um, I actually disagree with that. I think the achievements are really quite grave and important, because we should compare not to the ideal world, in which no one has nuclear weapons. We should compare what we have today to what we would have had had we not have that agreement. Now, John F. Kennedy, at the time of the Cuban Missile Crisis, soon thereafter, said that he thought we might be facing a world. In another decade or two, where there'd be 15 states with nuclear weapons. That was what some people have called a self denying prophecy, mm -hmm. because what he believed was mm -hmm. that that's what would happen if we don't have arms control. Mm -hmm. And he may have been right. So we have many countries, Japan among them, South Korea among them, but also most countries in Europe and many countries elsewhere, who have the technical capability to develop nuclear weapons, but didn't do so and that's in part because the treaty forbade them from doing so and they voluntarily joined that so i think that even though this treaty has been disappointment in terms of states not getting rid of nuclear weapons that have them it is also a disappointment in that some countries have cheated north korea iraq iran syria a number of countries cheated on their agreement but they were caught so we shouldn't say a law is bad because there were crimes afterwards. We say, well, a law was imperfect, but it is good that people were caught and they were forced to back away. Mm -hmm. And North Korea is the one great exception that we have today. So we shouldn't exaggerate the North Korean case to deny the effect of the NPT regime. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. That's the way I would put that. Very well. What would be? The most important thing um, to uh, push um, the reduction of uh, nuclear arsenal further? Uh, what would be the conditions that we need to enhance disarmament? Well, there are two things. One is that I think that all nuclear states, including, I would say, the North Koreans, should enter into dialogues with one another about what are their security concerns. Um, what are the kinds of military actions that one side might think could cause the other to want to preempt and try to reduce military incidents like the one I suggested during the Cuban Missile Crisis or to have better intelligence about what each side has? So, having transparency and having dialogue would be um, the first step that I, I think would be very important. But ultimately, I think that the laws of armed conflict play a, a an important role and should play an increasingly important role. Under the laws of armed conflict, states are required to follow certain principles. The principle of distinction or noncombatant immunity you should never deliberately target civilians. The principle of proportionality any collateral damage that's to be expected must be reduced and should be less than the value of the military target. If something is not that valuable as a military target, you shouldn't accept any collateral damage. If it's very valuable, perhaps you have to accept some collateral damage, but you should seek to minimize it. And the principle of necessity, which suggests that you should never use a nuclear weapon if a conventional weapon could suffice. So I think that trying to reduce the role of nuclear weapons should entail an element of doing everything possible, including developing conventional military options to support deterrence and to support extended deterrence. Mm -hmm. Extended deterrence between the United States and Japan does not necessarily mean using nuclear weapons. It just means having strong alliance relations. And if we have conventional forces that can suffice, they would be vastly preferred. So you're making um, a very important distinction between nuclear deterrence and deterrence that is based on conventional Correct. forces, yes. And you're making a distinction here. Uh, which leads the opportunity for, um, for security without relying on nuclear forces. That's right. Yes. As someone who's come to Hiroshima now many times, I must say that in our field, nuclear studies, it is all too easy to get lost in the abstractions to talk about counterforce and counter value targeting to talk about megatonnage and talk about collateral damage when you visit hiroshima you recognize that we're really talking about human beings and the loss of life here was staggering and a great tragedy so to me president obama was absolutely correct when he said that we need to have a revolution in human institutions on par with the revolution in science that produced nuclear weapons. Having good arms control agreements and having the laws of armed conflict apply even when it comes to nuclear strategy would be a place to start in creating those new human institutions that can constrain uh, our uh, sometimes quite murderous behavior when it comes to war. We need the laws of armed conflict not because they reflect our human instincts. We need the laws of armed conflict because they constrain some of the worst sides of, of human beings, which include hatred and violence um, and willingness to kill innocent people. The laws of armed conflict try to constrain the use of force, even though it does not get rid of the use of force entirely. So, um, thank you, uh, and Dr. 核兵器の軍拡競争に国際関係が、uh, 常に動揺してきた東西冷戦の時代は確実に終わりました。でそして、えー、中距離核兵器は、uh, 全廃され戦略核兵器の削減も 米ロ両国を中心にかなり進展を見ることになりましたで、これは国際世論の成果だったんだろうか平和運動の成果だったんだろうかで、そこでは必ずしもはっきりしたあ答えを出すことはできませんレーガン政権の発足したときに世界的な反核運動が起こったことはこれは間違いありませんけれどもしかしながら レーガン政権とゴルバチョフ政権の下で東西冷戦が終わりに向かっていったその姿に反核運動がどこまで関わっていたのかは必ずしもはっきりしないからですねでむしろアメリカロシアの力関係まさに伝統的な安全保障の論理の下でも核兵器は不合理であってそれを削減することが合理的であった。 でそのような意味で市民 NGO 非核保有国などの努力が大きな役割を果たすことによって東西冷戦が終わった後の核兵器の削減が行われたとは必ずしも言うことはできないでしょう。ここのことはは現在のの国際関係の問題点と実は直結していますというのは国際関係のまあ力の論理安全保障の論理の中で 核の削減が行われたということは言葉を変えて言えばアメリカとロシアが核兵器をたくさん持っていることを変えるわけではないしまた抑止核の抑止という戦略をやめるということにもなるわけではないで、そういうところか新たな核保有国の出現核の拡散に対してはむしろ 核の抑止、核抑止を強化することによって望むべきだという議論にもつながりかねない課題があるからですで、これは市民社会からすれば決して望ましい状況ではありません核兵器が削減されたとは言いながら核の廃絶への道筋が示されているとは言えませんしむしろ核の拡散に対してはあ この核抑止によって状況を打開する北朝鮮に対してはあ核で脅すことによって相手を左右するうそういうことになりかねないからですねでそこで、えー、NGO でも非核保有国でもさまざまな形で、えー、核兵器の削減だけではなくて、えー、禁止を求めるような運動が展開していくことになります。 もともと不拡散に対しては NPT の再検討会議において非核保有国が大きな役割を果たしてきました核保有国だけによっては現在の NPT 体制は維持できなかったということは間違いありませんでそして核兵器への依存が保たれている状況に対して、えー、NGO を中心として核兵器を禁止するという条約も生まれ えまあそれが実現にしていくことになるただ言うまでもなくそれは核保有国は賛成するものではない。としますと核保有国を中心とした国際関係という現実とその核の保有核兵器の存在を認めない、えー、まあ核兵器を持ってない国を中心とした 運動という二つの現実が現れているのが現在の国際関係になっているだろうと思います東西冷戦が終わった後の核兵器の削減は繰り返し言えば市民や国際世論の投影というものでは必ずしもなかったでそのことが現在の核をめぐる問題の状況に大きな分裂を投げかけておりどのような形でそれを実現していくのか 違うアプローチが表れていることになるだろうと思います。